ガボン・フランス軍のバッジに記されている図案・ガボン・フランス軍は1960年8月に独立したガボン共和国との間で交わされた防衛協定に基づきフランス共和国が現地に駐留させているフランス軍。本駐留軍はガボンの独立以来ガボン・フランス部隊と呼称して同国の防衛警備に当たっていたが2007年9月1日に ガボン・フランス軍に改編されている。統合司令部はリーブルビル内にある。ガボン中リュー・フランス軍は海外フランス軍司令官の責任下に置かれ、司令官はフランス統合参謀総長の直轄下にある。参軍将兵は約1000人からなっており、フランス軍のアフリカ大陸における事前配置戦力の一角を形成し西アフリカや中部アフリカにおける 各種作戦の支援拠点となっている。海外フランス軍司令官は常設及び臨時統合部隊を指揮下に置いて訓練を施し介入能力を維持し、時には中部アフリカ諸国経済共同体加盟中、各国域内にて影響力を行使する。また、司令官はボアリ作戦に参加している中央アフリカ、多国籍部隊文献隊を指揮統制下に、 沖平和維持任務の広報支援を実施している。周辺地域における事前配備戦力を維持し、中部アフリカ諸国経済共同体諸国に対する軍事協力のために運用指導文献体や技術、指導文献体の派遣、この地域におけるフランス国益のための影響力の維持及び初動用の空中機動能力と水陸両用能力の維持。 中央アフリカ共和国の番儀に拠点を置く常設文献隊によるボアリ作戦への関与、この地域における平和維持活動への参加や支援がある。近年は欧州連合による中央アフリカ共和国での平和維持活動任務に参加し人権保護や政治対話への支援を続けている。ありがとうございます。